ちゃん。こんにちは、杉高さん。はい。阪神の選手、ほう、またまた続々と契約更改出てますね、あれ以来。はいはい。はい、出てた。はい、あの大山選手も出ましたしね。大山いくらになった？大山選手1億5000万円アップの2億8000万。いいね。1億5000万円アップです。億千万だね。億千万ですよ。本当だな。はい、まあ、夢があるよね。夢ありますよね。まあ、大山も頑張ったしな、はい、よかったね。よかったです。そして良かったといえば、はい、坂本誠志郎選手も契約更改しました、はい。4200万円アップの年俸7000万円一応推定で更改ということで、はいはい。で途中からまあ今シーズンは、ね、84試合自己最多の、まあ、そうだな、マスクを取りました。うん、まあ、夢があるよ。もうちょっと上げてもいいのかなっていうような、まあ、感じもあるけども、はい、梅野との兼ね合いもあるんだろうな、やっぱりな。まあ、そうですね。まあ、そこら辺はね。はい、いや、ただその梅野選手が本当に負傷で戦線離脱して、はい、非常に大きなプレッシャーの中で、うん、マスクをかぶり続けたっていう。いや、存在価値があったな、本当にな、今年はな。そうですよね、はい、リードする面でもそうですし、また打席でもそうですし、はい、いや非常に価値のあるというか。もちろんもちろん、うん、はい、だったと思うんですけれども、はい、あの金額以上の、はい、やっぱりフィールドでも非常にこの頭脳を見せていて、はい、例えば村上頌樹投手がちょっと話してたんですけれども、はい、坂本誠志郎さんについて、ナイスピッチってみんなは言ってくれるけど、ここで変えられたのはピッチャーとして恥だから、悔しさは絶対に持っておけよ、だから俺はナイスピッチとは言わんと言われ、その悔しさがあったから今シーズン投げられたかなと思いますと、はい。うん、まあ、やっぱり、なんて言うんだろうな、やっぱ大きくなってほしいというね、まあ、メッセージが、はい、まあ、普通あんまり力がない、まあ精一杯やろうなって思った時には、まあ、そういう言葉を投げかける、まあ、ナイスピッチングっていうふうに、はい、まあ、言うんだろうけども、まあ村上なんかはね、これからやっぱ阪神を背負っていかなきゃいけないし、まあ若いし、まあそういうことから考えると、そんな甘っちょろいね、ナイスピッチングなんか言わないよみたいな、はい、いや、いいメッセージだな、いい先輩だな。そうですよね。だからこういう記事をどんどん前、契約更改の前に出していかないと。そう、そうなのかみたいな。じゃあプラスアルファちょっとみたいな、うん、8000万ぐらいいったかもわからないよ。いやいや本当に、うん、まあ、だけどそのぐらいやっぱこう厳しくもあり、まあ温かくもあり、それとやっぱ将来を見据えたね、まあそういう言葉があり、はい、まあそれを考えると、やっぱこう今年の坂本誠志郎の残した功績っていうのは、まあ、計り知れないものがあるな。これからもつながっていくという、そうですね、まあ、そういうメッセージだし、しかもその自己最多で出たその80数試合の中で一回も変えられることなかったじゃないですか。当たり前ですけど、変えがいなかったので、うん、ということは先発の全ての投手陣プラス中継ぎ抑え、もう全員のを受け取ってたっていう、賢いな。あ、すごいと思います。やっぱこうキャッチャーらしいキャッチャーというかさ、はい、やっぱ支えてるなというね、ピッチャーを、はい、まあ、そんな感じがするな。そうですよね。 あとは会見で岡田監督の印象を改めて問われたんですけれども、はい、しばらく考え込んだ後、見えないものが見える、そういう力というか、そういうものを察知して自分の中で考えを巡らせて答えを出させる方、そこが今年1年監督と野球をさせていただいて感じた一番の凄さですとおっしゃっていて、で見えないものっていうのは、それはゲームの流れですかって記者さんが聞いたところ、まあそうですね、流れであったり、先読みして次にこういうことが起きそうだからそこに布石を打っておこうとか、なんか手駒を残しておこうとか、あえてそれを使わなかったりだとか、1試合1カード1ヶ月1年、いろんな単位で見えないものを考えながら見えるようにして結果につないでいる、すごい勉強しながら野球をさせていただけたというふうに、岡田監督に対してもやっぱりその自分の成長にもつながったというふうに、一泊置いたっていうのがいいね。そう、考えて考えたっていうのが、まあ、そこら辺がやっぱキャッチャーらしいし、はい、あとね、俺、まあ、これは想像の域なんだけど、はい、岡田監督っていうのはしっかりした答えは出さないと思うんだよ。で岡田監督が言うともう決定になってしまう、はい、その決定から膨らむ考え方っていうのは決定事項だとないんだよね。じゃなくてこうした方がいいんじゃないかっていう投げかけるとともに、はい、まあ、選手に考えさせるというかさ、うん、まあ、そういう指導ができてるから、まあ、こういうコメントになったと思うんだけども、はい、まあ、何でもそうだけど決定されるとそこから成長がないんだよね。でもなんかふわっとしたような決定だとこっからね、やっぱね疑っちゃうんだよ、うん、人って、はい、で疑うとこれがまた成長につながるというかさ、あ、
だから決定される方が楽だけども、はい、決定しない方がやっぱ考えるんだよね。そうですね、だからそういうことっていうのはねすごくね成長を促す意味では大事なことで、はい、おそらくそういうことを多分言いたかったのかなっていうような感じがするんだよね。まさにこの後そういうふうにおっしゃっていて、やっぱりフィールド上の監督と呼ばれることもあるその捕手、はい、僕もポジションから見えないものを考えたりする。すごくそこは勉強になりました。自分の考えと監督の考えはどう違うかとか、監督の考えはこうじゃないかとか、考えながら自分も考えてみるとか、そういう楽しさもありました。いい意味で勉強する時間をたくさんいただいた。自分の引き出しや幅が広がったのは監督の影響が大きいと思います。まあそうだよね、はい、だからあの監督は自分が考えてることよりもやっぱ結果を重視するというか、はい、でもその結果がつながっていくもの、いろいろこう先へつながっていくものを決定したとしたら、これは何も言わないんだろうけども、はい、いやこの決定っていうのはここだけの安易の決定だっていうのは多分岡田監督は指摘をすると思うんだよね、はい、だけどそうじゃなくて、あこれはあこっちに考えたかと、うん、でもこれは結果として想像できたし、それが先につながっていくっていうことを考えると、あよくやったっていうようなことになると思うんだけども、はい、何でもそうだけどもさ、やっぱ疑ってかかるっていうことはすごく大事なことなんだよね、はい、選手は、うん、そこから新しい考え方とかそういうものが生まれてくるから、だからそこを坂本誠志郎という人間が感じ取れたっていうのがまたすごいな。すごいですね、うん、だからそれはやっぱ賢いし、うん、先へつながる選手だなっていうのは思うな。そうですよね、これは一気に阪神の将来監督候補に、はいなってくるな。もちろんそうですよね。いやいや本当に、やっぱりねそういうことっていうのは勉強したからそうじゃなくて、やっぱり自然と感じ取れてるよね多分。だからそれはすごく経験上としたら大きい。あとはその出られなかった梅野選手が出てて自分が出られなかった時のベンチでもやっぱり一球一球どういう配球をしてるんだろうとか、うん、ピッチャーはどう投げてるんだとか一球一球全て見て勉強してたっていう風に以前話した記事を見た。まあまあそうだな。まあでもそれは普通やるよ。あみんなどなたで、いやプロだったらやらなきゃいけないし、うん、自分がポッと使われた時にやっぱこういいものを出さなきゃいけないし、だからそれはやる。うん、やるけどそれが間違ってる方向とかさ、はい、そうなってくるとまた考え方の修正点が出てくるけども、間違ってなかったということだからさ今年は。だから素晴らしい控えのキャッチャーでいてくれて、でまあね梅野がアクシデントがあって、まあ、しっかり正捕手として、まあ、チームを立派に優勝に導いたっていうことは、まあ、素晴らしいな。そうです、まあ、その陰にやっぱり岡田監督との会話だとか、はい、岡田監督の性格だとか、うん、そういうのを感じ取りながらこう岡田監督もなんかこう導いたというかさ、なんかそんな感じがするよな。そうですよね、うん、ただその岡田監督がやっぱ梅野選手は最初やっぱ正捕手で行くよっていう風なことが出ていった中で、はい、やっぱ坂本選手も、はい、いやいや自分もその座をなんとか奪いたいとか、ものすごくこう、まあ、ハングリー精神じゃないですけど、いやでもね俺坂本はそうじゃなくて、うん、いや行くのはいいと、うん、でも絶対キャッチャーだから出番は回ってくると、だからその時にしっかりした答えを出せば、はい、それでいいっていう風に、おそらく謙虚の気持ちと、うん、やっぱこう闘争心と、はい、まあ、両方兼ね備えたのかなっていうような、まあ、そんな感じはするよね、うん、だから存在価値というものを、はい、まあ、しっかり、いやいやこう梅野とどうのこうのとかさ争ってたら、やっぱこうなんていうの、梅野優先で使われると、うん、どうしてもこうめげる時っていうかさ、不平分子になりかねないけども、はい、でも彼はそうじゃなくて、やっぱ何かした時にチームを支えなきゃいけないという、うん、やっぱ謙虚な気持ちがこういう考え方を導いたというふうに俺は思うな。そうなんですね、多分ね。まあ、梅野選手と坂本選手って豊さんから見てどう共通項とか全く違うタイプのキャッチャーなんですか、でも似てるとこあるんですか。まあ簡単に言えば、梅野っていうのは攻撃型のキャッチャーだよね、うん、でもその坂本っていうのはやっぱ守りの本当にスペシャリストというかさ、まあそういう感じはするけどね。あれそれぞれにいいところがあってっていうタイプの違う、あ、もちろんあるある。だから色が違うか ら、 だから梅野のキャッチャーがかぶってる時と坂本がかぶってる時のそのデータの処理の仕方っていうのがバッターは違うから、そうか、
梅野の時と坂本の時とではやっぱ狙い球っていうのは変わってくると思う。あとピッチャーの引き出し方も変わってくる、ね、全然違うですね。全然違う。それによってピッチャーが両方のキャッチャーに受けてもらうことで成長できるっていう、もちろんもちろんもちろんあるよね。だから同じ色だとさ、誰が被っても一緒じゃない。でもまるっきり違う色を持ってるこの2枚のキャッチャーを持ってる阪神っていうのはやっぱ強いよな。強いですね、うん。まあ、あの優勝してから監督にお祝いは言いに神宮行った時に、はい、まあ、坂本がいたから、坂本頑張ったなって、でもお前賢いなって言ったら、いやもう僕にはそれしかないですって否定しなかったんだよねすごい、すごい。いやだからやっぱそのぐらいやっぱ物を考え、ね、冷静にいる、はい、あそこでね、どんな場面でも。まあ日本シリーズとかはいい勉強になったと思うよ、うん、そうですね。もう投げさす球がなかった時でも、はい、やっぱ必死にリードをしようとする、うん、坂本がいて、でもそれでも捕まった時に次の日どうするかなと思ったら、うん、やっぱしっかり整理をして、うん、あのマスクかぶってたな。まあそれがすごく印象的だったな。ね、切り替えというか反省してからの切り替えだったんで、だから阪神が劣勢になりかけた時、はい、いやー坂本もうバレバレで、うん、これ苦しいんじゃないかなっていうような、はい、ちょっと一回誰かいるんだったらマスク変わってやった方がいいんじゃないかなっていうような日本シリーズだったんだよね、俺らから見てると、はい、いやだけど坂本がやっぱ前日の反省点を生かしながら、うん、それでもこうしつこくなんか乗り切っていったっていう姿は、やっぱ坂本も一つ二つ三つ成長したっていうような、はい、そういう姿は俺は日本シリーズで見たからね、まあ、素晴らしいキャッチャーになったなというふうには思うね。そうですね、うん。で来シーズンですけれども、はい、まあ、3月29日巨人と阪神が開幕戦当たります、はいはいはい、これについてもスタメン、やっぱり開幕のスタメンマスクかぶりたいですかと記者から聞かれたところ、まあ、個人的に開幕でマスクをかぶったことがないので、はい、やっぱりどんな緊張感かなと、できるものならやっぱりやりたいっていうところ、まあ、そりゃそうだよね、はい、でもそれはなんか梅野にもある程度の気遣いを見せながら、はい、そういうコメントを出してるっていうのが、はい、なんか意地らしいな、なんかまあ謙虚っていうところですよね、うん、相手を立てたりっていう、まあ、最初坂本スタートして梅野でもいいしとかなんかその緊張感は味わってほしいけども、うん、でも日本シリーズの、はい、あの緊張感よりも、うん、違うけども緊張感ですか、ね、やっぱり日本シリーズの方が緊張感あったと思うよ。まあそうか、まあね、やっぱり何年ぶりだからさ。そうですよね、うん、それとやっぱこう優勝の瞬間にもね、まあ、マスクをかぶってたっていうね、まあ、そういうものがあるんで、開幕かぶらせてあげたいけどさ個人的に初めて、まあ、これはね梅野に勝って、うん、はい、ね、まあ、まだ競争だろうから、うん、まあ、岡田監督も今年の坂本を見てて、はい、いや坂本で行くべきなのかっていう迷うぐらいの活躍だったからね、はい、だからそれは梅野だって暗観とはしてらんないし、うん、だから開幕誰がスタメンをするのか、はい、楽しみだな。楽しみですよね、まあ、村上であればなんか坂本で行きそうな感じもするけど、あ、このコンビね、そう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 行くかもしれないですけれどもね。今でさ楽しみとおっしゃいましたけれども、あのこのチャンネルではどこよりも早く開幕予想オーダーというのをするんですよね。開幕オーダー予想、いやするんですよねってさせられてんだそうです、強制的に。もう思いっきり早いよな、はい、まだキャンプも見てないのに。そこで豊さんは、はい、じゃあ上野選手なのか坂本選手なのか、どちらを開幕のスタメン予想に入れてくるのか、オーダーちょっとね皆さんも楽しみにしていただければなと思うんですよね楽しみかね楽しみですよ、はい、わかりました、はい